こんにちは。ガマちゃんと ANA の国内線に乗ってみましたので、その様子をお届けしたいと思います。では早速見ていきましょう。羽田空港までリムジンバスで移動します。豊洲駅からだと約30分で到着するので、とても便利です。ペットは持ち込めるかなと心配する方いるかもしれませんが、実は車内に持ち込みできます。膝上もしくは足元に置いたら大丈夫です。ちなみに優先席だとこんなに余裕に置けます。はい、羽田空港第3ターミナルに到着しました。搭乗まであと約2時間もあるので、搭乗手続きする前にごまちゃんのお散歩を済ませたいと思います。続いてチェックインカウンターで搭乗手続きをします。大型手荷物、特別な手荷物という看板のあるカウンターに行きます。すでに人がたくさん並んでますね。ここで20分ぐらい待って、やっとカウンターにたどり着きました。同意書へサインして預かり料金をお支払いしているところ、事前に予約したケージを出してくれました。ごまちゃんの大好きなブランケットも一緒にケージに入れます。安心して過ごせるといいね。給水器は無料でいただきました。お水は自分で用意します。しっかり蓋を閉めてケージに固定すれば完了です。あともう一つの熱中症対策として、今回真夏なので保冷剤をケージに後で取り付けてくれるそうです。そしてもう一つ大事なポイントとして、ケージの中におもちゃを入れてはいけないことになってます。誤飲してしまう原因になるので、必ず入れないように注意してください。で、今回用意してもらったケージは XL サイズでした。7キロのごまちゃんにとっては少し大きいくらいでした。なので同じ大きさのワンちゃんお持ちの方は L サイズでもいけるかもしれないです。ここまででごまちゃんちょっと緊張してる様子ですね。最後にケージの中の安全チェックをしてもらってチェックイン完了です。ごまちゃん頑張りましょうね。ワンちゃんを見送りできるのはここまでです。1時間半ぐらいかけて北海道に到着しました。手荷物受け取り所に着いたら、なんとごまちゃんのケージが到着しました。私たちの荷物より先に早く着きました。中央カウンターで受け取りすると案内してくれたので、そのまま係員の方についていきます。
やっとごまちゃんに会えました。元気そうでとても安心しました。お水は全然飲んでなかったみたいです。よく頑張ったねごまちゃん。なんか周りを気にしている様子です。少し待ったら残りの荷物が到着しました。カートを組み立てて、そしてごまちゃんも乗せて、旅行の準備万端です。ちなみに給水器は帰りの便で使うので大事にキープします。以上、ごまちゃんの初めての国内線をレポートしました。正直いろいろ心配でしたが、トラブルなく無事乗れたので良かったと思います。ワンちゃんと一緒に飛行機で旅行したいって思ってる方に、この動画が少しでも参考になったら嬉しいです。最後に北海道でカヤックに乗ったので、その動画で終わりたいと思います。ありがとうございました。